今回ですね、ダイエット食なんですけども、めちゃくちゃ満腹になれるダイエット食です。またシャイニーさんの真似ですか？何を言ってるんだ君は。何の根拠があって言った今。まあ、ちょっと似てるなと思って。似てるなってまだ作ってないのよ。あ、まだ、はい。似てるなっておかしいでしょ。おかしいです。この、何、炊飯器をこれ持っただけでシャーニーさんみたいなのやめてくんない？はい。で、早速、作っていきます。はい、まずは、じゃがいも。大量です。1.2kg。まあ、芽だけ取ってください。皮はね、剥かないでいいと思います。簡単に。もう、こんぐらいで。まあ、1.2kg なんですけども、これは人によって調整してください。まあ、女性であればね、どんぐらいだろう。800から600グラムぐらいでいいんじゃないですか。下手か？うわ、もう食べたいでしょ、これ。いや、食べたいですね。なんでその食べたくなさそうな。いや、食べたいですよ。ちょうど1200。こんな量多いんですよ。これ15だけっすよ。めちゃくちゃ多くない？見てこれ、もう。すごい。こんだけ食べれて、2000カロリーないっすから。で、これに水を入れます。で、水がですね、じゃがいもの8分目ぐらいです。まあ、塩は10グラムぐらいですかね。プラス、マジックソルト。そして、胡椒。そして、これが、隠し味なんです、これも。ローズマリーです。あれ？それ、完全シャイニーさんのやつですよね。そうです。そうなんですね。そうです、そうです。まあまあ入れます。はい。見てください。まあまあ、ローズマリー入れます。違う、全部入れちゃいました。はい。いいんだ。めちゃめちゃいいんだよ。ちなみにこれなんで入れるかわかりません。シャイニーさん、なんでこれ入れるんですか？教えてください。わけわからず入れてます。で、次は玉ねぎいきます。玉ねぎはもうね、一玉ですね。で、次はささみですね。これが、そうですね、人によって変わってくるんですけど、僕は700g ぐらい入れます。あ、でも、メイシューズですね、筋トレできない時期なんで、まあ 600g にします。640。まあ、こんぐらいでいいでしょう。見てください。もう山盛りっすよ。もう山盛りです。で、次が、トマトホール。シャーニーさんはトマト使ってるけど、俺トマトホール使ってるんで、パクリじゃないっしょ。そうですね、一応。そうなの？トマトホールは。そうなんだ。じゃあパクリじゃない。トマトホールの方が楽ですからね。もうアマゾンで、こうやって、12個入り買っとけばいいだけなんで、楽ですよ、トマトホールの方が。もう買い物行かないで済みますから。玉ねぎ必要や。じゃがいもと。間違えたわ。完全買い物必要です。うん。はい。トマトホール、いつもの。を1個入れます。で、ここのニンニクスライス入れます。普通のね、ニンニクの方がいいと思うんですけど、めんどくさいんで、スライスで十分です。私、ニンニク好きなんで、まあまあ入れます。どんだけ入れんねんな、これ。全部入れちゃう。ちょっと入れすぎた。こんぐらい入れます。で、最後にいつものオリーブオイルですね。脂質も取らないと、PFC バランス大事なんで、これを 20g 入れます。出来上がりー！ よーい！こっちが良かった？あ、こっち？そっちで。そっちこっちがいい。そうです。パターンで、炊飯、1時間待ちます。あれから3、4時間経っちゃいました。1時間どころか、忙しすぎて、3、4時間経ったので、多分もう湯気出ないと思いますけども、出来たてじゃないんで、ゴー！あ、湯気は出る。いい匂い。ちょっと待って、熱いで。おいー！もう、布巾がないのよ。今、洗濯中でないのよ。あっ、つーすごくないですか？一日でこんな食べれるんですよ。ささみを取り分けたいと思います。タンパク質のバランスが大事なんでね。
まあ2本ずつぐらいかな。っていうことは分け与えてもらいましょう。ここ、ちょっとずつ分け与えてもらいます。見てください、じゃがいもです。めちゃめちゃ大量、量半端ないよ。これで痩せるんすからね。1800カロリーぐらいっすよ。めちゃくちゃ多いぞ。おい、筋肉効いてるか。おい、お前の筋肉効いてるのかい。もう返事もしなくなったな。え、どうしてハル、見て、ほら、ハルは何もしてない。これあれですよ、便秘にもいいんですよ、じゃがいも。じゃがいもですか。これコンサイルって言うんですっけ。じゃがいもってコンサイル、俺らもバカだ、バカすぎて分かんないけど。あ、土の野菜ですか。土の野菜っていうの。いや、分かんないですけど。ほら、見て、もうこんな満杯してるのまだ残ってるんだけど、これどうすんの、どこに入れんのって話なんだよね。やばいって、入んないって。いつも作ってる沼ってやつですか。あれだと飽きるじゃないですか。はい。沼の方が簡単なんですよね、作るの。もう沼って言ってもてるし、パクってないっすよ。よく考えてくれたよ、シャニーさん、ほんと。ダイエットめちゃくちゃ楽になったもん、これのおかげで。オッケー。一日こんな食べれて1800カロリー。すごいな、痩せんなよ。すごいです。これ1ヶ月続けたら3、4キロ痩せます。こんな食べれて、早速実食だ。ジャガのバードです。めちゃくちゃ量多いよ、これ。お腹の持ちがいいと。いただきます。うん、久々、うまい。いや、じゃがいもうまいな。うん、しかもこれも炭酸水合うんですね。炭酸水はマジ何でも合う。うん、うまい。ささみもうまい。うん、イタリアとかフランス系の味します。ポトフみたいな。スープもうまいし、まあニンニクと玉ねぎ効いてる。うん、うん、チキンでかい。こんなに食べれて300カロリーですからね、これすごくないですか。うまいわ、これマジでうまい。うん、うまかった。あの、基本的にね、ご飯に飽きてきたらじゃがいもですかね。このバードとジャガですか。ぜひ、僕が考えたわけじゃないですけども、考えてくれたシャイニーさん、ありがとうございます。めちゃくちゃダイエットの時助かりました。ぜひ皆さんもあの真似してみてください。それではありがとうございました。 By the sounds of breathing and hold tight